ホラーナイト ST スタジオ。うるせえってなんだお前。うるさくないでしょ別に。なんかめっちゃ調子乗ってるブス俺。いえいえ、ファルビじゃん。以前ですね、動画で霊がはっきりと映ってしまったという報告を受けましてですね、でそれを数日後動画としてやっていくんだけど、はっきりと映ってるぐらいなら見えるようになった方がいいんじゃないかと、そう思いました。こんな話をねちょっと聞いたことがあるのよ。酒に酔った状態だとより霊を見やすくなるらしい。そうなんだ。というわけでちょっとこの二人にあ、だから通り、そう全然喋らへんよ。クラペハグラペハ動画初めて差がすごいね、酔うと。いや静かになるクラペハちょっとこうなっちゃう。クラペハクラペハにこっちはクラペハ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 。俺もうこの手離さないから。おかしいおかしい、なんかおかしい。よーいドン。厳しいな、乗ってる同士の厳しい。俺と強兵だけだから。もう開幕どう見えたりすんの？全然全然見えない。何も感じない。全然感じない。めっちゃ気持ち悪いからいいや。いや俺も気持ち悪い。うわ急な、急に冷める。で何やんのよ。コメントでやっぱ気づかされるっていうパターンがあるじゃない。まとめ集です。そうまとめ集を出た。きたー、めっちゃテンション上がるんですけど。から元気か。これなんならいっちゃん怖い。そうなんだよね。嘘。あおっと、あっちからあっちから。光が出たら撮ればいいんだよね。そうだね。もう光してますよ。今聞こえたよ。今聞こえたの。こっちは絶対違う。こっちから聞こえたよ。こっちだよ。カチッでかく。しかも俺テレビ今白いの通ったよ。ちょうどこのカメラがさ放っといた時のカチッと。そうそうそう。何もシャッター閉じろ。何も聞こえん、何も聞こえん。ペイント閉じた。開いた？いや、開けてないな、もう。え、やば。何本ですか？3本。おお、3本。3本ね。3本が中何個入ってる？3本中8個。おお、8個多いな。3本っていうと大体さ3個見せるんじゃないんだ。そうそう、動画3本。3本？ん？なんだなんだなんだ。ちょっとラップ半端ない。今日やばい、今日めっちゃ聞こえる。ちょっと低い声聞こえる。マジ？何も感じねえけどな。足を下に下ろして。あのずっと。光ってかそう。エアコン怪しいな。エアコン見えない影。エアコン怪しい。なんもないよ。なんもない？俺だけ？じゃあ、すげえグレーの影がグワンみたいなスライムみたいな感じで見えない。見えない。渡した方がいいんじゃない？ラップ音がすごい。この辺？普通にエアコン。あ、そう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 。エアコンの上の隙間じゃん。ない。ない。俺だけ？見えてる。ガンガンガンやっても。こっちの方がヤバそう。うん。もうちょっとライトではもう見えない。こっちのヤバいね。怖いわ。やっぱいつも見たいな。この前みたいな感じにはなってないの、テレビ。ああ、なってない。ノリの影がちゃんと見える。ああ前回やっぱ異常だったんだね。一本目に紹介する動画は一本グランプリ。一本グランプリじゃないです。一本一本目事故物件で呪いという最もヤバい曲を聴いたら完全に女の霊が返事した。2分35秒で正義のツッコミがおかしくなるっていうコメント。それそれちょっと興味深いね。そう我々クラスになったら俺両耳聞くからね。コンコンだから笑い。うわそうそう、編集してる時はちゃんと聞こえてるってことでしょ。ちゃんと聞こえてる。ちょもかもこんなことない。我々クラスになったら俺両耳聞くから。ねえコンコン、いつもの5倍怖いよ。あんな言葉が普通に最初のやつだったら一人じゃねえからなってテロップ打てない。打てない打てない打てない。ここなんか気持ち悪いっていう。ここなんか気持ち悪いっていう。聞こえたね。なんかでかかったよ。でかかった。男だよね。高めの声みたいな。俺そっち系だった。じゃあまあ2個目。びっくりした。ハッツモン。これ1個目でこれ。すごいんだけど。ヘビーだね。お前8個もこれせなあかんの。めっちゃヘビー。めっちゃしんどいよ。え？ガサッと。そう。やっぱちょっと酔うと感覚やっぱりなんか研ぎ澄ませるね。見えるわ。全然5分46秒で「助けて」って聞こえるらしい。助けて？マジ静かにしろ。うわぁ、ごっつりごっつり。喋ってる。うん、喋ってる。ちゃんと喋ってる。そう、そもそも3つ目は6分25から26でたくあんちゃんって聞こえる。たくあんちゃん2個目何？え、なんで首噛むやろ。関係ないやん。本当に声が出てる。
うわぁ、嘘でしょめっちゃはっきり聞こえるめっちゃはっきり聞こえるたくあんちゃん言うてるやんしっかり言ってるやんまずこれ、たくあんなんで、なにこのバカ人ってえ、ミニアルの問題もわかんない人いてたいやいや、そりゃ嘘じゃん右上でしょ違う、真ん中嘘テレビの画面の真ん中フォン、フォン半端なかった光り方今いや、頭に手放してきた置いとくよ続いての動画はついにメンバーの一人が霊に取りつかれ無意識に異常行動を起こした恭平がおかしくなってた恭平のやつあ、俺がおかしくなってたそうだね1分2秒に赤いカーテンに白い変なものが映るらしいん違うなんかそうだよほら今白いオーブかオーブっぽいねここら辺だけなんかパッて光って消えたって、うん、下に落ちてなかったファーッと下に落ちたのいや左に移動したうん左に移動した続いて4分47秒にこれまた声が聞こえるらしい霊感のある友達におおやばいやばいやばいどういうことこれはメンバーって高いんじゃないこれはメンバーだねこれはもうしっかりこれはメンバーだと思うその他にたくさん入ってるからもうこれはメンバーでいいですこれはメンバーでもメンバーでこれはメンバーですメンバーじゃないとしてもメンバーでいいです次は6分24にうーって聞こえるあーやばいやつ風景ねあーあっちの方に向いてたうーこれ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 でも開幕にもなかったうーってあれは効果音あ効果音声質でありえるとしたらノリだけど全然口の動きが違うそうだねずっと映してるけどこっちは何もないのかな何なのねマジでさっきの光はいやもうえげつなわって普通に、本当誰かの光り物でしかないだろうぐらいの使い方してたの、でも残念ながら光り物で光んないそうだね残念なこと確かにめっちゃやっても何もなんない半端なでかさで言うとこんぐらいあったやばないほんとハンカチ1個あそこに当ててるぐらいうまづらコラボで過去最大の数の怪奇現象と女の声が入ったうまちゃんだうまづらコラボねこれ2分2秒で声が聞こえるらしいいや急にゾッとしてきたほんとに続いての動画がマジかってないマジかってやつマジかマジかみたいないやでもこれどうなんだろうな画面が全く見えんから見えないからさいや急にゾッとしてきたほんとに続いての動画でも気合いでカメラが違うから距離が近すぎるなだって今のうまちゃんの声であそこでしょマジかっていうそれより音質でこんなでかく聞こえるわけねじゃあ今やるねマジか続いての動画が絶対違う絶対そんなカメラの横だもんそんな拾い方するわけない続いてじゃあラスト9分10秒で声が入り込んでしまったとファイビーファイビーファイビーえ誰の声これ俺助けようと思って助けないもんねこれえやばなこんな普通に声入るよなあなんでこんな入るそういう感じでございますなるほどやばいね最初のやっぱ助けてがやばかったわガンガンに酔っ払ってる正義が光見たっていうのがちょっと気になるけどちょっとこっちでどうなってるかそうだよね今日そういうのは全然見ないの今日はなんかでも上でいや俺全然見えるよ見えないんだ俺もなんかねエアコンめちゃくちゃね嫌な感じがする画面にオーブンするとエアコンめちゃくちゃね俺結構がっつり見えてんだけどね今でも何がグレーのグレーのねスライムみたいな影なんだよスライムっぽいなんかグニャグニャしてる前ニョロニョロって出てきたやつじゃないけど今スライムっぽいそれがなんかね嫌だよねあそこのエアコンねまあ見えはしなかったわ見えはしなかった俺は恭平が何か見えてるっぽいスライムっぽい影が見えてんだけどね何それでもそれにしても今日ラップ音が嫌そうすごかったね前半やばかった多すぎる確実入ってるよねあとこっちサイドの明らかに俺たちは音が聞こえてたで、俺もこっちでも聞こえてる俺はまあでも少なからず酒の影響でまあちょっと見えるようにはなってるかもしれないでまあすげえ今ここにモヤモヤって白いの来たああ俺もお前じゃん声聞こえてるしねさっきからうーってマジでえ今クリションえ出てたよ今多分何モヤって俺が見えちゃってノリも見えてる俺解散してんだよ公平の次は出てノリが見えやすいうんというわけで動画が怖いと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いしますお願いします次の動画でお会いしましょうバイビー助けてってやばかった助けてマジでやばいあれもう一回聞かせてそっ俺も聞くやつうわっノリが出たら撮ればいいんだよねそうってかそじゃあまあ2個。
走り続ける、ただがむしゃらに突き進む、もう一度きりの人生を楽しもう。